じゃあよろしいでしょうか。はいはい、皆さんこんにちは、成沢博之です。今日はですね、ゲストをお招きしまして、星空対談という形でお届けしたいと思います。ゲストは天文リフレクションズ編集部の山口さんにお越しいただきました。山口さん、よろしくお願いします。山口です、よろしくお願いします。まあ、私の視聴者さん、チャンネル登録されている方々ですね、天文リフレクションズさんのことを、まあ、ご存じじゃない方も多いんじゃないかなと思ったので、ここでまあこういうですね、対談という形でお時間をいただいた次第でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なので今日はあの天文リフレクションズさんへの私からのまあインタビューっていうことで、いろいろ質疑応答みたいな感じで、はい、15分ほどやらせていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの簡単に私から天文リフレクションさん、まあ、略して天リフさんっていうんですけど、天リフさんのことを紹介させていただくと、今までですね、まあ、私それこそ私が星空やり始めた時って、どうしてもその情報がインターネット上にもこう散らばっていたって言えばいいんですかね。上手な人がブログをやってたんですよ。結構力のあるブログの人が機材のレビューとかをやったりとか、あと天体望遠鏡の専門店っていうところがあるんですけど、そこの専門店の店長さんがすごい写真が上手で、そこから情報発信したりとかっていう感じで、結構ね情報取りに行くのがね大変だったんですよね。でそんな中で、天文リフレクションズさんというのがダンと立ち上がりまして、私あの初めて見た時に衝撃だったんですよね。こんなに便利な、ありがとうございます、こんなに便利なものができたのかと。まさにね、あれね、あの私自身があの天文を始めたのは、始めたというか、まあ、再開したのがね、あの最近、うんうん、って言うと、まあ、7年ぐらい前ですけど、はいはいはい、でその時にね、あのこんなのあったらいいのになって自分が欲しいものを、まあ、作ったっていうか、うん、あのまあ、さっき成沢さん言われたみたいに情報が、ね、あっちこっちにバラバラあるんですけど、そうなんですよ、まとまってなくってね、でそれを、うん、あのまとめたら便利だろうなと、まあ、自分自身が欲しかったっていうことで、まあ、始めたって、こんな感じですね。そうですよね、そんなしょっちゅうチェックできないじゃないですか、たまに見に行くぐらい、ね、ブックマーク溢れちゃうし、ほんといちいち見てやんないんですよね。うん、そこでですね、天リフさんのまあサイトとか、あとツイッターアカウントとかフェイスブックとか、そういうのを見ていくと、天リフさんがそういうですね、なんですか、機材レビューとかブロガーさんの撮影体験記とか、そういうのを、まあ、カメラ関係 の, その情報とか、そういうのをですねピックアップしてくれるんですよね。でそれを天リフさんも見てれば、あの業界のことを分かってしまうという感じ の, あの非常にですね、今となってはすごい影響力のあるメディアになりましたよね。おかげさまでもうね、なりましたよね。そうですよね、マニアの中ではね、ほぼもう認知行き渡ったかなっていうぐらいあの皆さんご存じ、あの見ていただいてて、いやだと思いますよ。あれ今何年経ったんですか。ね、この CP プラスで丸4年ですかね。あ、はい、丸4年か。いや私あの見つけた時まだフォロワー100人ぐらいでしたもんね、ツイッター。確か、あーそうですね、そのぐらいの時期に、ツイッター始めたのがその半年ぐらい後かな。はいはい、そうですよね、山口さんの機材レビューとか、本当になんかあの情報がぎっしり詰まってて、いやよくまあここまで検証できるなというふうにいつも思ってるんですけども、天理さんのその、サイトを見るだけで結構勉強になる部分もあったりしますよね。いろいろなんか取説関係のものも作ってらっしゃいますもんね、うん、ありがとうございます、うん、はい、まあね、レビューだけはね、あれだけはもうちょっと徹底してやろうとも最初からちょっと思ってやってるんですけどそうですよね、まあそんなですね、今となってはもう星空やってるというか、天体望遠鏡とか、まあ、天文関係というか、そういう情報をゲットしに行くと必ずみんなお世話になるんじゃないかっていうぐらいの存在になった天リフさんなんですけども、あのそもそも山口さん、天文リフレクションズをこう始められたきっかけのところから、その前からお伺いしていいですか。最初は全く別のお仕事をされてたんですよね。そうですね、あの最後に勤めてた会社はあのなんだ IT 系といいますかね、うんうんうん、あのアプリサーバー系を作ってたんですけど、はいはいはい、ニュースアプリみたいなのをやってたんですよ。ええええ、でまあそこであの
まあ、あんまりうまくいかなかったんですけど、あの広く浅くでもちょっとディープないろんなセグメントのニュースを集めてくるっていうのをやってたんですけど、うんうんうん、ああ、じゃあ今と、まあ、近いような、まあ、かなり近いです、ええ、あ、そうなんですね、はい、その頃にもうあの星空を撮影されてたんですか。そうですね、あの会社辞める2年ぐらい前かな、あの星また始めたのは、うん、2013年にあの突然星を始めてですね、おうおうおう、で、まあ、あの子供の頃にやってたんで、ああそうですよね、元をたどるといつからやってるんですか。元々天文少年で、はい、天体写真やってたんですけど、え、少年の時ってどうして星空に興味持ったんですか。ねえ、なんででしょうね、やっぱ図鑑見て、気づいたら宇宙すげえみたいな。当時だったら理科の教科書とかですかね。あのね、理科っていうかね、図鑑ですね、宇宙図鑑みたいなのって、あの頃ってうんうん、いろんな分野の図鑑っていうのをこう訪問販売で売るっていうのがあの流行ってた時代で、まあ、それ見てはなんか太陽があってこう木星土星火星みたいな絵があって、うんうん、でそれ見て、ああこれが宇宙かみたいな、はい、でもそこからもう実際見てみようって思っちゃったわけですか。そこからあ、それがね、その図鑑のね最後のページにね、望遠鏡の選び方使い方みたいな4ページぐらいの記事があって、ああそういうの大事ですよね。大事ですよ、もうあれがなかったら今きっとないよっていうぐらい。ああそうなんですね。最初に買った機材何でした。最初に買った望遠鏡がね、8センチの赤道儀を買ったんですよ。そんなに安くもなかったけど、そんなに高くもない、なるほどミッドレンジの望遠鏡ですけどね。あれ、それでいつまでやってたんですか。一回やめられたって言ってましたけど、高校卒業する頃にもう、うんうん、あのどっぷりやるのはもうやめちゃってて、機材の問題もまあありますし、うん、やっぱ星を見に行くためにこう移動する足がやっぱり高校生なので、ね、公共交通機関しかなかったんで。確かにそうですよね、車じゃないですもんね、子供の頃やるとね。うん、しかも当時なんて、まあ、今みたいに GPV もウィンディもない時代ですから、うんうんうん、天気予報の予測も難しかったですよね、きっとね。そうですよね、もう唯一の情報源があの、うん、新聞の天気図で、うわね、あれ見て移動性高気圧がきっと来ると思ってこう行くと、そしたら曇ったりして すごい時代だな。可視化されてないですよね、完全にね。衛星画像なんかなかったですもんね。そうはい、今だと信じられないですもんね。まあそうですよね、だから撮影に行くのも結構博打だったですよねそうですよね、うん、まあでも今と違ってその当時はまだ空も暗いところが多かったんじゃないですか。それはあると思いますね、うん、今はやっぱり光害が多くなって、うん、まあ街が人口も増えて街も明るくなって見えるところがちょっと少なくなっちゃいました、ね、そうですね、あの割と、ね、田舎の方だったんで、うん、家からもう、まあ、ちょっとは見えたんですけどね。でそれで、社会人を経験して、はい、また始めようと思ったのは何でなんですか。はい、当時ですね、2013年にアイソン彗星っていうのが、はい、来たじゃないですか。いましたね、はい、でそれが消える前のこれは大彗星になるぞっていうので盛り上がった時に、あの Facebook でたまたま昔知ってた人が僕を発見してですね、うんうんうん、ちょっとお前このグループに入ってみろと、うんうん、あのデジタル天体写真っていうフェイスブックが、はいはいはい、今もありますね。あ、こんなに世の中変わってるんだなっていうのが分かってですね、カルチャーショックだったんだ。で、まあ、彗星もね、あの消えたんですけど、消える前に一度あの車で1時間ぐらいのところに遠征して行ったら、それなりにね尻尾が生えてるのが見えて、もうちょっとやってみようかなって怖がり始めたと。それちょっと細かい話ですけど、何月頃見たかって覚えてます。ね、10月でしょ、だったかな。あ、そうですよね、11月の頭だったかな。いや、あのね、アイソン彗星がきっかけで私もどっぷり実は入った身なんですよ。そこがきっかけ同じなんですけど、アイソン彗星が明るくなる明るくなるって言って全然明るくならなかったんですよね。10月17日にですね、会社の上司と富士山に行って、で見た時に、めちゃめちゃ明るくなってって映ったんですよ。本当バーストした初日を私見たんですけど、はい、その時の衝撃が結構強かったですね。それでもうなんかどっぷり入っちゃったっていう感じなんで、うんうんうん、きっかけ同じですよね。そのぐらいにやっぱりインパクトのある、ね、インパクトありましたよね、あれね、天文現象でしたね。去年
ネオワイズ彗星か来たじゃないですか、はい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 、結構早い段階で私遠出して撮影しに行って Vlog にしてるんですけど、動画に出してみました。そうです、うん、あの時もですね、もう iPhone の記憶があって、なくなったらどうしようとかってね思っちゃったんですよ、うんうん、その時の、ま、記憶、悪い記憶が、ま、いい方向に働いて、うん、スパッと、ま、遠出して見に行ったんですよね、うんうん、だいぶこうトラウマになってますあれなくなっちゃったのがあ、でそこからじゃあまた機材買い直してですか。そうですね、ていうか、ね、最初はね、あの当時カメラは結構一ソロやったんですよ。ああカメラもやったんですね、含めてあのカメラオタクだったんで、はいはい、であのじゃあまず静野写真撮ってみようかなと思ってポラリエ買ったんですよ、うんうん、で200ミリの望遠レンズをつけて初めて撮ったのがね、はい、M51 なんですよM51 ですねやっぱこれ天文マニアなんですけどねあの小持銀河っていう星雲がある、銀河か、系外銀河なんですけど、結構ちっちゃいんですよね。割とちっちゃいですよね。200ミリで撮るにはあのだいぶ200では、うん、だいぶ小さい、だいぶ小さいです。だいぶ小さいけどこう等倍拡大したらちゃんとこう渦巻きが見えると、うん、そうなんですね。それででもあの撮れたっていう感動はあったんですか。撮れたって、おすげえ、すげえですよ本当。うん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 、でまあもっといろいろ撮ろうと思ってですね、うん、であの 300mm の 2.8 っていうレンズを当時持ってたんで、あ、サニッパですね、サニッパだ、それをねポラリエに乗してみたんですけど、乗しちゃったちょっとまるでこれダメじゃんと、うんうんうん、バランス崩れまくって、あの純正のはなかったです、ね、テレスコ工房さんがちょうど出した頃だったんですよそうだそうだ、斉藤さんがテレスコ工作工房さんが、であのネットでそれ見つけて、あ、これつけたらもしかして乗るんちゃうかなと思って買ってですね、うんうん、で乗してみたらこうなんとか20秒ぐらいは露出できたと、うんうん、でベランダであの光害カットフィルダーをつけて M8 を撮ってみたらこれまた映ったと、はい、あのベランダなんですよ福岡市内 あの結構明るくって街の中なんですけど、うんうんうん、それでもちゃんと赤い星雲がしっかり映って、おお、これまたすげえとさらに撮りたくなってきて、その2ヶ月後に望遠鏡買っちゃったと、うん、その時何買ったんですか。 FSQ106ED。 あやっぱ元々やってる天文少年が財力を手にするとそうなりますね。もう一気に弾けてるですね。で赤道儀も一緒に買って、で監視用のアイピースも買って、うん、もう大人買いですよ3桁赤道儀は何したんですかそれで。あのビクセンさんの SXP 赤道儀を買いました。 SXP ですね、私も未だに SXP 使ってますからね、はい、あれいい赤道儀ですよね、うん、本当になんだかんだでずっと使ってますね、使いやすい。でそこからもうじゃあずる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 となって、もうどっぷりどっぷりですよ。